今日はね、これ猫枕っていう商品ですね、視聴者さんからいただきました。これを使ってみようかなと思います。普通にちぎっちゃっていいかな。ほい、ということでこの枕ですね、人間でもね、ちょうど良さそうな、この猫のイラストになってますね。これ猫、羊にも見えるけど猫でしょ、どっかどっかなんかまたたびとかがね、入ってるとかそういう風じゃなくて、普通の新しい新品の匂いです。もう置いちゃおう。ほい、へちゃこい、やってくれるかな。ちゃちゃ、よく枕欲しがっとるやな、あんた。俺編集しとるとこパソコンさ、とこ頭いつも乗せるんですけど、パソコンこうやってやったら、これ乗せたらいいんじゃない。すぐにやるもんでもないと思うんで、ちょっとね、眠たくなった頃にこう乗せるんじゃないかなって僕は思うんですけど、乗せるかな。ちゃちゃ、ちゃちゃは警戒心強いしね、ちょっと微妙かもしんない。あ、今だ、置いとけ。どういく？匂い嗅いで。チャチャ選手、匂い嗅いでます。頭乗して寝ていいよ。そっちなんだ。そっちなんだ。眠たそう。あ、でも猫のあくびは実は眠たいっていうサインではないんですよね。怒ってる時とか、今は違うけど、まあいろいろあると思うけど。眠たいってのもある、もちろん、なんか酸素が少なくなるから寝る前に酸素を取り入れるのと、起きた時に酸素を取り入れるみたいな、まあいろいろあるみたいです。日々僕も勉強してますけど。あ、あー、使わない、自分の手でも。なんかすごいフィットしてる、なんか背中にすごいなんかフィットしてる。使わないんだ。マロ君も見て、マロ君も寝とる、自分の手を。あ、でもちょっとなんか枕にしてるよ、チャチャが。ちょっとだけ、もうちょっと軽いからね、動いちゃうんでね。はい、やっていいよ。ちょっと動いちゃってる、軽くて。やっち、オッケーイ、オッケーイ、枕使いました。気持ちよさそう、気持ちいいね、チャチね。よかったー、よかったー。また毛長いね、お腹の毛だよこれ、めちゃくちゃ長い。